こうちゃん合コンにでも行ってきたんかって、あの詳しくは私のツイッターを見てください。半蔵コンコンね、そうメイク違うよね。今日さ、なんかちょっとなんかゆるふわみたいになってたんだけどさ、もう取れたよねもうバッサバサだわ、ゆるふわどこ行ったって感じ。トムハローありがとう、ハロー、トモキくんつくらせありがとう、ヤグモンコマイさんこんばんは、今日はちくそかわいいねありがとう、なんちゃパパチャリできたありがとう、自転車こんばんざい、リンゴ美味しいもの食べてた、そうケーキ食べちゃったね、ゆるふわさどっか行っちゃったよ。あ、なんかみんなワクチン打ってる、ワクチンモデルナ、お、モデルナか翔太くんは、GTR ワクチン打ってきた、お疲れ、どう、みんなどう、今日打った人今日打った人多いね、今日昨日、羨ましい、美味しかったそう、ちょっとねまだあの情報解禁ができなくて、今日やってきたお仕事ができなくて、まあそのうちね、まあ、13、14ぐらいかな多分に、ちょっと告知というかね、皆さんに報告ができそうなのでね、待っててねケイトくんこんばんは、ありがとう、月末ちっくんか、2回すってやけど2回目の副反応しんどかった、やっぱそう、松本行ってる場合じゃないよねきっと、やば、もうね、あの予定消しましたあのワクチンの次の日になぜか松本に行く予定を入れてて入れててさ、そう、もう今消しましたその予定を。 LINE するぐらい元気、あ、よかったよかったね、彼女さんとめっちゃラブラブやん。打ったところ痛い、あー私はまあこの辺まで上がるかな、うん、この辺まで上がるようになったよ、ちょっと来週かって、来週私いつだろう、2回目、ちょっと2を覚えてないラブダもおつこまこんばんざい、今日もかわいいレコマね、え、コマさん本当久しぶりで、のんちゃんパパありがとう来てくれてね、え、久しぶりやん、久しぶりやん、今日服かわいい、え、かわいいでしょ今日ね、ちょっとチャイナブラウスみたいな、チャイナデザインなのよ、伝わる、ボタンがチャイナなの、わかるかな、チャイナボタンになってるのよ、チャイナブラウスで、ちょっと袖口がこうほら結構ふっくらと膨らんでいて、お上品な感じのチャイナだけどちょっとお上品な感じのデザインを、これ池袋で買ったやつ池袋で買ったやつな、ねえ、という現状報告、 OK 了解、現状報告ありがとうよかったラブラブで、ラブタムね、ごちそうさまでーすって、ケンさんおつこもありがとう、 ER 踊って、あ、ER ファンクラブ、もう何も覚えてないんだ私さ、ソロアイドルの時にさ ER ファンクラブさ踊ったんだけどさ、あの5年経った今、約5年経った今、何も振り付け覚えてない何も覚えてない本当に、ねえ、コマさんだよ、そう困っちゃいな、困っちゃうな、おぜうさまスタイル、そこさ今日短パンなんだけどさ、これ本当はインしてたんだけど、これインしてたんだけど、これね、撮影の時インしてたんだけど、ちょっと今めんどくさくて出してるっていう、こうやって見るとマジでチャイナ服っぽいよね、めんどくさくて、インがめんどくさくて、ダブルクローゼット、ダブルクローゼット、これダブルクローゼットっていうの、そう池袋で買ったやつ、何着ても似合うね、
なんかチャイナ系結構似合うんだよね、自分の顔に。チャイナデザインというか。え、タロちゃんこんばんみね。タロちゃん聞いてよ。タロちゃん、今日お化粧多分違うと思うんだけど、今日初めて使ったの、タロちゃんからもらったアイシャドウ。あんま見えないかな、ちょっと化粧がちょっと落ちてきちゃってる。朝にお化粧したからさ、結構落ちちゃってるんだけど、これタロちゃんからもらったアイシャドウでお化粧した今日。へへ。高校生クイズ見てるけど、長野高専出てる。あー、なんか CM でやってた高校生クイズ。萌えって萌えあんよだよ。松本だといつ来たんにだ。ん、まだ行ってないよ松本。松本の話したけど、そう、ワクチンが来週か再来週ぐらいにあるから2回目、その2回目の次の日に松本に行く予定を入れてて入れてて消したっていう話、その予定を消したって話。あ、ブランドよ、ダブルクローゼット、そうかなって思った。ちょっとわかんない。ブランドわからん。ポリエステル、ポリエステル。ポリエステルしか書いてないかもしれない。めっちゃ粉質いい。私未だにこのば、あの、ブランドの、ブランドの名前読めないんだけどね。ディオール？ディオール？ディオールで合ってる？読めない。ブランドの名前読めない。やばい。ね、めっちゃノリ良かった。めちゃくちゃ、あの、なんかなんだろう、扱いやすい。色も可愛いし、扱いやすかった、めちゃくちゃ。ね、ポリエステルで、あの、できてます。それ、素材や。水木さんチャリできてありがとう。そう、ポリエステルの素材でできてます私のブラウスは。何の報告。ポリエステル素材だよ。そう、ディオールね、ディオール、お高いやつ、そういただいたので今日初めて使った。赤中心なのかな、赤とね茶色の。うちの息子ジョジョの奇妙な冒険にドハマりしたんだけど、コマさんも詳しい。え、ちょっとしか、アニメは全部見たけど、アニメは全部見てるけど、話の流れと、あーそういう話あったねぐらい。そんな詳しくはないです。でもシーザーが好きだった。シーザーが死んだことによって結構ダメージが、そこからあまりあれだかね。そうそう、あとね、ジョウスケくんが好き。ジョウスケくんが好き。主人公だとジョウスケくんが推しだな。うん、セミタンチャリできてありがとう。たくさん使って、その色新作出た時にコマさん合いそうだなって思って買ったのってね、言ってたよね。そう、使ったよ、やっと。やっと使ったよ。テレビないけど、最近ディオールの CM って知ってるのかな。あ、知ってる気がする。ジョジョね、そうそう、ジョジョの話、そうそう。昔なんかね、シーザー推しの友達にシーザーのイラストは描いたことあるな。その漫画を読んでないからさ、そう、漫画を読んでないから、そう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 、アニメしか分からんのよな私も。ね、さっちゃんにはさすがに負ける。ガチオタじゃん、さっちゃんは。マジで、ジョジョに関しては。エマさん、コマさん、コマありがとう。のきちもチャリできてありがとう。あ、長野選考落選しちゃったんだ。そっかそっか、脱落か。エリナの若い頃が一番美人。え、マジさ、ジョジョの女性、ジョジョに出てくる女性陣好き、めっちゃ。いいよね、なんか芯が強い人が多い、本当に。
素敵な女性たくさん出てくる。こばちゃんこんばんは、ありがとう。荒木先生の初期の作品、そっか、初期読んだことない、見たことないな。そっかそっか、なんかさあの荒木裕彦さんのさ、先生さ、なんか年を追うごとに若くなってってるよね。めっちゃビビる、あれは本当にアマプラが進めてくるもんだから復習してる。復習してる。やばい、漢字が読めない。こないだ母方祖母にジョジョの単行本強いなね。今でもさ本屋さんたくさん置いてあるもんね、ジョジョね。マジですごい。ゴージャスアイ、わかんないな、ゴージャスアイリンとか、ほ、ま、魔少年 BT、 わからないな、聞いたことない。馬王来訪者、へえ、これ荒木先生の作品ってこと？いや、なるよね。なんかさ、独特じゃん、荒木先生の絵って。そうそう、絵柄ってめちゃくちゃ独特じゃん。そうそう、なんか絵柄が無理っていう人もいるよね、きっと。ジョジョのさ、来る日を教えてほしいにだ、コマさんをポートレートとして撮りたいにだ。だから行かないんだって私の話聞いてた行かないんだって松本。そうそう、行けないんだって。あとね、ポートレートを撮るとしたらね、別のお話になってくるかな。そうそう、事務所通してお金払っていただかないとっていう、そういう話になっちゃうかなねえ、何この絵って思った？ここをズキャーって。ねえ、なんかジョジョのすごいところってさ、この独特なその絵柄と独特なこの効果音だよね、本当に。主題歌めっちゃいいよね、わかる。ゴージャスアイリンは化粧で人格も変える暗殺者の話。なんかジョジョにありそう。あったよね、そういうやつさ、ジョジョのキャラクターに。あ、そんな感じなんだ。やっぱなんかいいね、めちゃくちゃ。ずる休みしちゃった？仕事流れ関係ないけどタバコやめました。本当に言ってる？タバコやめたの？なんか私のなんだろう、周りにいる人たちで、まあ主に親だけど、なんか喫煙者で、なんかタバコやめたって言ってやめれてない人たちをたくさん見てるから、特に親特に親の話だけどね。そうそう、なんか信じられない。本当頑張るね。金蔵こんばんは、ありがとう。お仕事か。吸い始める前に1万ペリカ。ペリカって何の単位だ？で、笹川さんマジのガチ勢。あ、マジマジマジの。あの子が一番多分バンザイジャパンの中でジョジョに関してはガチガチのガチだよ。りょうちゃんお休み、またね、ありがとう。ねえ、そういえば値上げか。でね、タバコさ、なんかめっちゃ高いよね。ねえ、めっちゃ高いよね。なんか吸ってる人たちすごいなって思う。なんかだってさ、今500円ぐらい、どのくらい上がったんだ今。私が高校生の時にコンビニ店員してる時は一つ410円とかだったんだけど、今どんくらいになってる？本当にタバコやめたは毎日言ってるタバコ吸いながらやめたって言うよね、わかる。そうそう、なんかね、そう、うちの両親は孫が生まれる時ね、お姉ちゃんの子供が生まれる時にやめるって言って、そうそう、孫が生まれる と同時にこうちょっとちゃんとするぞみたいな感じでなったらしいけど、もう終わった
もう生まれてからもうすぐ吸い始めた。こらこらって。ガチでやめられる？本当に？2日目だけど全然余裕。本当に？ちょっとし2日目の人のはまだ信じられないな。ちょ1週間経ったら私にもう一回報告して、ともきくん。OK？ 最大37.8下がりませんって大げさに報告しといた。あ、そっか、もう休んじゃ休んじゃ。高額の税者です。納税で合ってる？納税者ですね。めっちゃ取られてるよね、税金取れやすいからねって。ね、スイフトはほんとさ、何円になっても買うじゃんきっとね。へっぽこポンコツ太郎という名のケッケ、ハイサイ、ありがとう。ハイサイ達也丸、こんばんは、ありがとう。はかちだいぶ下がってる、よかった。下がってるんだったらいいや。どこのコンビニ？某セブンイレブン。俺が社会人になった頃は230円。ね、昔信じらんないよね本当に。手巻きタバコかキセルにするといいよ。私に言われてもって感じなんだけど、私タバコ吸ったことないからちょっと全然わからんな。20年前は250円くらいでしたよって。ね、すごいよね、そう考えるとめちゃくちゃ安い。ともきくん、味噌汁作ってるナウって。ナウいいな、お味噌汁大好き。今日の味噌汁ナス入ってた。ナス、うちのじいちゃんワイが生まれてタバコやめたで。すごい、じいちゃんすごい。隠れて吸ってなかった？大丈夫？うちのじいちゃん生きてた頃はね、ずっと隠れて吸ってた。なんか医者に止められてて医者にずっとタバコ止められてんのに、家族が見てないところでずっと吸ってた。OK って。ネットだと信用性ないね。本当だよ、もしかしたら知ってるかもしれないしね。普段37.8ね、結構あ、ね、上がっちゃったよね。タバコ簡単にやめられる。だってわし何回もやめたことあるもん。何回もやめたことあるって、何回もダメじゃん。何回でやめたことあるって、もうダメじゃんその時点で。休めるんだったら休んじゃ。みーちゃんね、そう、家でタバコ見たことない。あ、本当に？すごい、全然人の前で吸うもん、うちの両親とか。リンドさんこんばんは、ありがとう。タバコ値上がる前に買いだめした途端に肺に穴開いて喫煙種強制。あ、そういうこと？やば、穴開くのはもうやばいじゃん、もうやばいじゃん。彼女ができたらやめると言っておいて、やめなくて彼女さんに、ちょっと待って、ゴミ入った。ゴミ入って、ちょっと待って、ストップ。いてててて、てお目目がな、だいぶ入ってる？ゴミ入ってる？大丈夫？大丈夫。なんだっけ？なんだっけ？彼女ができたらやめると言っておいてやめなくて彼女さんに怒られて別れた人です。それはもう過去の話。今から幸せになろう。プリマさんに喫煙できるか監視してもらう、見てもらえ、ちゃんと。ワイも何回もタバコやめてるわってね。ちょっとね、結構多いイメージかも。あ、でもそれぞれか。ソミンさんは結構まちまちか、吸ってる人吸わない人で。具合大丈夫？全然大丈夫、めっちゃ元気。もうなんか全然今日ケーキ食べちゃうぐらい元気。そもそもタバコ吸ったことない。受動喫煙って何だ？
受動喫煙という言葉を知らないな。子供が生まれてから7年8年やめてた。あ、ほんと偉いじゃん。モティ、モティどうした、モティどうした、わわわわ、1ヶ月入院した、やば、重症じゃん、めっちゃね。目玉入ってるかどうか聞いてるかと大丈夫、目玉入ってる私ねえ、そうそう、いやみーちゃんはとりあえずおとなしくしてなね。まだくしゃみ出そう。くしゃみ出そうで出ない、鼻むずむずする。今日撮影してきたからね、ちょっと濃いめの化粧とかだけど楽しかった。今日はでか自分の声でかくてびっくりした受動喫煙、周りで吸ってる人の、あー、なるほどね。ね、受動、タバコ吸わない人が吸ってる人の、 なるほどなるほど。おっぱいらへん熱い、もう脱いで脱いで脱いで。くしゃみ出そうで斜め上見た、こまちゃん可愛いです恥ずかしいんだけど。あ、そうそうそう、開けといた方がいいんじゃないっていう話。シュプとか特に開けといた方がいいって気がする、私はね。シュプ、意外とシュプ案件よ。うん、村民案件であってシュプ案件だと思うよ、9と10は。くしゃみ独特なくしゃみしてしまった。よそ見してたらくしゃみもう一回して、あ、本当に、そのうちするわ。じゃあ甘酒チャリできた、ありがとう。マジっすか、マジっす、マジっす、もう泣いて喜ぶと思う。シュプは泣いて喜んでもう地に這いずり回ると思うよ多分這いずり回っちゃうと思う。うん、これはね、そう、村民さんも配信回っちゃうと思うね。一応まだ大きな声で言えないけど、来月の9と10、まあ開けといた方がまあ無難かな。うんもうちゃんと決まらないからちゃんと告知ができないね。無難かな、うん、9と10いいと思う。開けとけばなんか大丈夫だと思う。うん、いいと思う、すごく。受けといた方が、なんだろう、今後の自分の人生においての悔いはなんか残らないと思うからねそう、エナジョパパも開けといて、一応。あー、幸い仕事休み、あ、本当に、よしよし、じゃあね、そのままにしといて。話がでけえっていや、独り言だからこれは。うんね、おっぱいの辺でくだらへん測ったら、うん、あ、下らへんで測ったら38。おっぱい高くない、大丈夫、最悪田んぼ放置、最悪田んぼ放置ね、悔い残りました。どうして山さん、まだ未来の話だよこれは、未来の話。今から開けるんだ、死ぬ気で来月の9と10開けるんだね。え、まあ、これは独り言だから、うん、独り言だからみんなにはねちょっと言えないんだけど、みんなにはまだ内緒なんだけど、そうそう、9と10ね、開けておいた方が
うん、まあ幸せになれる。まちゃわいわい、ありがとうね。おいこういたい、何それ、おいこういたいってなんだ。しこ、そこまで言われると田んぼどこではないわけよ。そうだよ、シュプー、シュプー案件だよ。むしろシュプー案件、シュプーが泣いて喜んでも本当にこのまま田んぼで、田んぼどころではない、もう騒ぎだよ。一人ごとでけえなって。いや一人ごとだから、これは今配信してないし、今配信してない。死ぬ気であげた？ナイスカニ、ナイスカニ。どこかの収穫祭みたいなのかな、収穫祭、収穫祭ではないかな。ノイウイスイモイ、こちら嵐ですか、これ嵐、嵐ですか、まーちゃん嵐、嵐か。長野に行くと幸せになれると思っていい？幸せにするぜ。ちなみに長野でっていうことでいい？これまだうんと言えないな、うんと。いいと思う。農家の娘、とんでもないこと言ってる気がする。いや、とんでもないことではないね。本当に農家の娘な。農家は大変、本当に。農家ほど大変な仕事ないんじゃないかって思うぐらい農家大変。まあ、たくさん、もういろんな仕事、ね、仕事それぞれ大変だけど、農家マジ大変。ね。あ、というわけで、ちょっとそろそろ終わりにしようかな。ちょ、今日あんま乗んないな。パチンと。田んぼもう知らん。田んぼ。最悪プリマさん拉致るんで安心してこめな。オッケー任せた。みんなで来いよ。よろしくよろしく。楽しみ。まだちゃんと告知できなくて申し訳ないけど。第一次作業は辛いよ。これ東郷の真似。怒んない、怒んないで、怒んないで、ごめん、全然嘘、全然嘘だから。謎は深まる、謎は深まる。まあ、とね、あ、まあね、この辺、この辺でやるんじゃないかなみたいな、この辺かわかんないけど。そうそう、こっち側でやるかな。うん、とりあえず来月の9と10年開けといた方が俺たちは幸せになれるはず。よろしくな。というわけで最後にスクショタイム、どうしようかな、スクショタイム。今日せっかくね、今日せっかくあのチャイナっぽいシャツを着てるから、ちょっとチャイナっぽくする。あ、でもここ見るとすごいチャイナだよね、このブラウス。待って、ちょっと明るくする。はい、スクショ、シェイシェイ。こっち、こっちの方がチャイナ、こっち、こっち、あ、こっち。そうしちゃいな、幸せにしてねって、幸せにしちゃうぞ、待っててね。ワイソンなんじゃないしって、プンスか。トウコの真似、プンスか。トウコさんの真似雑すぎてめっちゃ笑った。あー面白い。あー、そうしちゃいなって。あ、ありがとうございました、みんなありがとうね、来てくれて。じゃあね、今日の撮影の情報解禁はそのうちしますので待っててください。だけどね、おやすみ、ありがとうね、おつこまでした、おやすみ。